活動地域国際連合グルジア監視団は、アブハジア紛争に伴い、1993年8月より、アブハジアに展開していた、国際連合平和維持活動の一つ。1993年8月24日に、採択された、国際連合安全保障理事会決議858 85などに基づき、停戦監視業務を行う。 ただし1993年7月の停戦合意は、同年9月に紛争が再燃したため、同年11月から、任務は停戦監視から、紛争当事者と、ロシア連邦軍との間の相互連絡の維持と、現地状況モニタリングに変更され、平和維持軍としての役割は、CIS 平和維持軍として、唯一派遣している、ロシア連邦軍が実施していた。 ロシア軍の平和維持軍としての地位は1994年5月16日のアブハジア自治共和国際公会議議長の同意により CIS 平和維持軍がこの地域に駐留することを1994年7月21日国際連合安全保障理事会決議937により認定されている。活動期限は順次延長され2009年2月15日が期限。 単なる延長だけでなく1716のように、グルジア避難となる内容を盛り込んだものもある。アルバニア、オーストリア、バングラデシュ、クロアチア、デンマーク、エジプト、アメリカ合衆国、フランス、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、ヨルダン、パキスタン、ポーランド、韓国、ルーマニア、イギリス、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、ウルグアイ、ドイツ、ロシア、 ガーナ、インド、ポーランド、スイスなど、ありがとうございます。